サリバン遠征は、アメリカ独立戦争中の1779年6月から9月にかけて、アメリカ大陸軍のジョン・サリバン少将と、ジェームズ・クリントン准将が、ニューヨーク国北部で、イギリス軍に味方する英国王党派白人と、色濃い連邦に属するインディアン部族を相当するために行った軍事遠征である。大陸軍のこの遠征は、 1779年夏の6月18日、ペンシルベニア区にイーストンを進発した時に始まり、ティオガに建設したサリバントリデを10月3日に放棄してニュージャージーに戻った時まで続いた。この間、大きな戦闘はニューヨーク国西部セマング川沿いで起こったニュータウンの戦いのみであり、3200名の大陸軍が約1000名の色恋族と、 英国王党派の連合軍に対象した。サリバン軍は続いて、焦土作戦を展開し、ニューヨーク国西部のフィンガー湖周辺で少なくとも40のイロコイ連邦の集落を破壊し、その前年に起こっていたイロコイ族と英国王党派による白人入植地襲撃を終わらせた。その冬、集落を破壊された数千に及ぶイロコイ族難民が、 ナイアガラ砦の外で何獣を極め、多くが投資した。生き残った者はイギリスが支配するカナダや、ナイアガラフォールズ及びバッファローの地域に逃亡した。歴史家アラン・ウィル・エッカルトは、この遠征が色恋族に与えた影響を評価して、彼らの意志は破壊された。その意志とは、彼らの土地を維持し続けるか、そうする中で滅びることだった。と記した。 アメリカ独立戦争が始まった時、イギリスの役人もまた植民地側大陸会議も植民地で影響力のある色コイ連邦との同盟を求めるか、少なくとも中立でいてくれることを求めた。色コイ連邦の六部族は、その選択肢で分かれた。モホーク族、カユーガ族、オノンダーガ族及びセネ家族の大半はイギリス軍との同盟を選んだ。しかし、オナイダ族と、 タスカローラ族は、長老派協会宣教師のサミュエル・カークランドの努力もあって、アメリカ革命側についた。色恋連邦にとって、アメリカ独立戦争は内戦でもあった。色恋連邦の本拠は、イギリス領カナダとアメリカ植民地の間のフロンティアにあった。イギリス軍が1777年に、ニューヨーク国北部で、サラトガで降伏した後、 英国王党派とその色恋族同盟軍は、その地域の白人愛国者入植地や、アメリカ側と同盟した色恋族集落を襲撃した。ナイアガラトリデを拠点とし、入植者襲撃に出たのは、英国王党派の指導者、ジョン・バトラー大佐、ジョセフ・ブラントラも、ホーク族と、サエンケラータ、カイエントとコーンたちセネ家族だった。セネ家族の戦士カイエントとコーン大陸軍の、 総司令官、ジョージ・ワシントンは、それまでフロンティアの防衛のためにしかるべき、大陸軍正規兵を出動させたことがなく、フロンティアの入植地は、地元の民兵隊で自衛するよう告げていた。色濃い連邦などインディアンの社会は、完全合議制の民主主義社会であり、部族の方針は議会である、ロングハウスの中で会議の火を囲んで、合議で決められる。主張や、部族長のような、 部族を指導するような個人は存在しない。また、色イ,イ族は同盟を結んだ相手に軍事協力する安全保障条約の風習を持っている。1778年6月10日、大陸会議戦争委員会はインディアンとの大きな戦争が開戦間近と判断した。防衛戦は不適切であると判断されたので委員会は色イ,イ連邦を征伐するために デトロイトトリデやセネ家族の領土内にあるトリデに対し、3000名の軍隊による大遠征を要求した。大陸会議はこの作戦の指揮官に、ホレーショゲイツ将軍を指名し、作戦のための予算を手当てした。このような準備立てにもかかわらず、遠征そのものは翌年まで実行されなかった。7月3日、英国王党派のバトラー大佐指揮下のバトラーレンジャーズとセネ家族、 カユーガ族の連合戦士団は、ペンシルベニアのワイオミングダニを攻撃し、特に、ホーティトリデの愛国者守備隊360名を、おびき出して全滅させた。インディアン絶滅作戦を命じたジョージ・ワシントン、大陸軍総司令官9月、ワイオミングダニにおける敗北に対する報復のために、大陸軍、トマス・ハートレー大佐が200名の兵士を率いて、ペンシルベニア北部のサスケ・花川に沿った。 ティオガや、シェマングなど、セネカ族、デラウェア族及び、ミンゴ族の集落旧内市12カ所を焼き払った。これと同じ時期にバトラーレンジャーズがモホーク谷の、ジャーマンフラッツを攻撃し、辺りの家屋や畑すべてを破壊した。その後すぐに、大陸軍のウィリアム・バートラーやジョン・カンティーンが指揮する、部隊が報復に出て、モホーク川沿いウナディラや、オノカガで、多数のインディアンを虐殺し、 集落を焼き払った。11月11日、英国王党派のウォルター・バトラー大尉が、バトラー・レンジャーズのニ個中隊と、ジョセフ・ブラントラーも、ホーク族30名を含む、色恋族約320名と共に、ニューヨーク国のチェリーダニの街を襲撃した。そこの取り出が降伏したにもかかわらず、インディアンは、集落の白人の虐殺をはじめ、16人の兵士と、 大半が女子供の32人を殺して、頭皮を剥ぎ、80人を捕虜にした。捕虜の半分は戻ってこなかった。この虐殺で非難されたブラントは、実際には止めようとしたが無駄だったとされている。この町は略奪され破壊された。チェリーガニの虐殺によって、アメリカ独立政府側は、ニューヨークのフロンティアを守るために何をすべきか悟った。 1779年にイギリス軍がその軍事力を南部植民地に注ぎ込み始めたとき、ワシントンはこの機械を使ってナイアガラトリデに対して計画されていた攻撃を始めることにした。その指揮官として最初に浮かんだのはチャールズ・リー少将だったが、リーもフィリップ・スカイラー少将およびイズラエル・パットナム少将も全員が様々な理由で辞退した。 ワシントンはまず遠征隊の指揮官職を、サラトガの英雄である保冷ョ・ゲイツ将軍に提案したが、ゲイツは、上辺は健康上の理由でこの申し出を断った。1779年3月6日、将軍たちの中で、序列第5位にあったジョン・サリバン少将が指揮官に指名され、サリバンが受け入れた。ワシントンがサリバンに下した命令は、色濃い連邦の絶滅だった。 ジョージ・ワシントンからジョン・サリバン少将への命令、1779年3月31日、作戦本部であなたに指揮を任せたこの遠征は、インディアンの6部族国家のうち、敵対的な部族とそれに関わる者及び追随者に対して向けられるものである。直接の目標は、彼らの集落を徹底的に破壊し、年齢、性別に関わらず、 できるだけ多くの捕虜を取ることである。彼らの畑にある穀物を破壊し、今後も栽培できなくすることが重要である。インディアンの領土の中心にあるいくつかの基地を十分な領食を持った遠征隊前軍で占領し、そこから部隊を派遣して、最適な戦法で周辺の入植地をすべて滅ぼすこと。単に制圧するのではなく、破壊すること。しかし、 彼らの村を完全に破壊する前に和平の申し出はどのようであれ聞き入れるべきではない。彼らが我々に対して害をなせないようにし、彼らが受ける厳しい懲罰によって彼らの脳裏に恐怖を植え付けることが我々の今後の安全保障のためになるからである。色恋族集落消毒化作戦を指揮したジョン・サリバン、将軍色恋族女性色恋族住居ワシントンは、 サリバン将軍に3個旅団で、ペンシルベニアのインストンから、ペンシルベニア中央にあるサスケ花川にまで行軍し、そこから川に沿って、現在はアセンズになっているティオガまで川を遡るよう指示した。また、クリントン将軍には、ニューヨーク国のスケネクタディで4番目の旅団を編成して、モホーク川を西にカナジョハリーまで遡り、山を越えて、作戦の足場として、 持ちごこに行くよう指示した。サリバンが命令を受けたとき、クリントンのニューヨーク旅団は、サスケ花川を下って、ティオガでサリバン隊との合流を目指しており、その途中でインディアンの集落すべてを破壊していた。サリバンの軍隊は、全軍で5000名になるはずだったが、そのペンシルベニア旅団は750名以上が、不足したまま参陣しており、約束されていた徴兵も実現しなかった。 さらにその旅団の3番目の連隊であるジャーマン大隊は、負傷、病気及び脱走によって、ほんの100名にまで減っており、遠征隊の側面を守るために25名の中隊が、借り出されていた。アーマンズリージョンという部隊はこの作戦開始前に、ワシントンから本隊に呼び戻されていた。あれこれの理由で少なくなったために、地元民兵70名足らずの2個中隊を含めたとしても、 総勢で4000名を超えたことはなかった。主力軍は6月18日にイーストンを離れ、ワイオミング谷にあるバロック農園の宿営地まで9 3トルを行軍し、6月23日に着いた。そこで前もって送られていなかった食料や物資を待ち、7月31日までワイオミング谷に泊まっていた。その軍隊は山勝ちの地形と、 サスケ花川を看板に進む軍用物資運搬船によって航軍速度を抑えられようやく8月11日にティオガに到着した。彼らはセマング川とサスケ花川の合流点に一時的な砦の建設を始め、それをサリバン取りと呼んだ。サリバンは1777年11月にその地域を測量している時に捕虜になったことのあるガイドの一人、 ジョン・ジョンキンス中尉に偵察隊をつけて、セマング集落を偵察させた。ジェンキンスは、インディアンの集落が活動しており、サリバン軍の存在に気づいていないと報告した。サリバンはその軍隊の大部分で2つの高度のある谷を越えて、夜通し攻軍させ、夜明けすぐに厚い霧の中から攻撃をかけさせたが、集落は、もぬけの殻だった。エドワード・ハンド・ジュンショーが、小さな部隊が、 ニュータウンに向かって逃げていっていると報告し、その追跡の許可を得た。この時側面護衛も行ったが、ほんの1 6トル行ったところでその前衛隊が待ち伏せを受け、6名が戦死し、9名が負傷した。この時、全旅団で攻撃をかけたが、待ち伏せしていた者たちはほとんど損失を出さずに逃亡した。その日の午後、エノックプアの第一ニューハンプシャー連隊が、 待ち伏せ部隊かあるいはおそらく別の部隊からの射撃を受け、1名が戦死し、5名が負傷した。待ち伏せは8月15日と17日にもあり、その合計で2名が戦死し、2名が負傷した。8月23日、宿営地でライフル銃の5射により1人の隊員が死亡し、1人が負傷した。クリントンの旅団は2週間にわたって陸路物資を運んだ後、 6月30日に、落ちゴコ南端で宿泳を張り、そこで命令を待っていたが、それは8月6日まで届かなかった。翌日サスケ花川上流に沿って、ティオガまで246キロメートルの破壊工群を開始した。その物資は、すべて250隻の平底船に積んでいた。シェマングでの行動でサリバンは、イロコ遺族が個別粉砕をもくろんでいるのではないかと疑うようになり、 翌日へノックプア順将2084名の精鋭をつけてクリントン隊の居場所を突き止めサリバントリデまで連れてくるために派遣した。全軍は8月22日に集結した。8月26日、合流した約3200名の兵士と250両のニューマ車隊がサリバントリデを出発した。トリデは軍隊中から選別した300名の守備隊を 第2ニューハンプシャー連隊のイズラエルシュリーブ大佐につけて残した。ニューヨーク中西部の6部族国家の領土で北にゆっくりと進んだ。この軍隊は8月29日に起こったニュータウンの戦いという大きな海戦を一つ戦っただけに終わった。この戦いは大陸軍の干渉に終わった。その後、ボイドパーカーの待ち伏せで 大陸軍の25名の文献隊が待ち伏せを受け、5名を除いて全員が捕虜になるか殺された。9月1日、ジョンコーム隊員は占病死した。サリバン軍は9月15日に現在のニューヨーク州カイラービル近くシェヌシオの町でセネ家族の領土に最も深く侵入し、9月末にサリバン砦に戻るまで色恋族の集落を破壊し尽くした。その三日後、 サリバン軍は取り出を捨てて、ニュージャージー国のモリスタウンに戻り、陶器宿営に入った。サリバンの証言では、キャサリンズタウン、御用号園、諸野道と及びカナダセアガなど四0箇所の色恋族集落が破壊され、色恋族の畑や果樹園も共にすべて破壊された。1七7八年に、イギリス領ケベック総督に指名されていた、フレデリック・ハルディマンドは、サリバン遠征について、 バトラーやナイアガラ砦から情報を得ていたが、その同盟色コ遺族を守るために十分な援軍を送らなかった。9月遅くになって約600名の英国応答派とカナダの色コ遺族の部隊を派遣したが、この時にはすでにサリバン遠征は守備よく成功を収めていた。ニューヨーク旅団を指揮したジェームズ・クリントン殉将西部の方では、 ダニエル・ブロードヘッド大佐が指揮した遠征が同時に行われていた。ブロードヘッドは1779年8月14この地域のインディアン戦士の大半がサリバン軍に対抗するために出払っていたので、ブロードヘッドの部隊はほとんど抵抗に遭うこともなく、コネワンゴなど約10所の集落を破壊した。当初の作戦では、ブロードヘッド隊がシェヌシオでサリバン軍と合流し、 ナイアガラトリデを攻撃することになっていたが、現在のニューヨーク州サラマンカ近くの集落を破壊した後でキロにつき、主力部隊と合流することはなかった。ワシントンが書いた手紙では、フィンガー湖地域の東側の山を越えることはあまりに危険であるので、この小さな遠征隊が北方を襲うことを制限していた。この作戦の最後の行動は9月27日のことだった。 サリバンは、クリントン旅団の一部を、第三ニューヨーク連隊のピーター・ガンズボート大佐の、指揮でスタンウィックストリデを経由して、当期宿営地に直接戻るように派遣した。スタンウィックストリデを経ってから2日後、スケネクタディ川の水源近くで、この文献隊は、南も、フォーク城塞と呼ばれるテアントンタラゴで撤止し、モホーク族の男性すべてを捕らえるという命令を、実行した。 ガンズボートは、ここのインディアンは、モホーク川地域の農夫大半より良い生活をしており、その家屋には、家事に必要な器具、大量の穀物、南東家の馬、牛、荷車とすべてが整っていた。と記した。モホーク族男性たちは、オールバニで投獄され、1780年になってから、釈放された。大陸軍はこの作戦で、 モホーク族から家屋を没収した。土地の白人入植者は、色恋族の襲撃で家を失っており、ガンズボートに彼らの家を代わりに残すよう求めた。南も、ホーク上祭のモホーク族はすべてイギリス側について戦うことを拒み、多くの者はアメリカ独立政府を支援していたので、当時大陸会議のニューヨーク代表だったフィリップスカイラーは、ガンズボートの行動も、 家を渡すことも批判した。スカイラーは、ワシントンが個人的にこの遠征の指揮を取らせようと考えた将軍だったが、スカイラーが大陸軍北方方面軍指揮官を解かれたことで、その任務を引き渡せるまで軍隊に奉仕していた。スカイラーは1779年に指揮官職を辞任していた。1929年のアメリカ来て、 サリバンが描かれているサリバンは当時病気を患って、いたので遠征も遅れていたが、健康状態が悪化を続けたので1780年に、その任務を辞した。歴史家たちは、色恋族がワシントンにつけたあだ名、町の破壊者が、この遠征から出てきたものであるかについては意見の一致を見ていない。この時の集落破壊によってその冬に5000人を超える。 色恋族インディアン難民は苦難を強いられることになり、多くは植えるか凍えて死んだ。しかし、ジョン・バトラーが、この地域のインディアンは食料に大変不足していたので、遠征前の1778年5月でも、森の中の草の根を集めて生活していくしかなかったと、書いているように、この苦難の原因は、大陸軍による遠征が全てではない。多くのタスカローラ族や、オナイダ族は、 攻撃を恐れて、イギリス側に逃亡した。1 7 8十年2月、元将軍で当時大陸会議大議員のスカイラーは、大陸軍側のインディアンの一体を、ナヤガラトリデに派遣し、イギリスに同盟する、イロコイ族に和平を提案させた。ここのイロコイ族はスカイラーが罠にかけようとしていると、疑いこの提案を拒絶した。4人の死者は投獄され、そのうちの一人はそこで死んだ。 サリバン遠征は、色恋族の畑や集落を破壊し、1779年から1780年の冬はインディアンに、イギリス軍の慈悲にすがるように仕向けたが、第2ニューハンプシャー連隊のゼレマイア・フォック少佐はその日記に、スワハ。ワシントンは、決戦が行われず、ナイアガラトリデを奪えなかったことに失望した。色恋族選手と、 英国王党派は1780年と1781年も、モホーク川とスコハリー川の流域で定期的に襲撃を続け、広範囲に及ぶ資産や畑を破壊し、200人以上の入植者を殺した。1780年に起こった民伝の町の破壊は、この4年間の内戦の中で最も破壊的な襲撃だった。1781年に起こった最後の重要な、 襲撃では、モホーク川下流3 2トルの地帯が破壊されたが、10月25日のジョンズタウンの戦いで駆逐された。ウォルター・バトラーは、英国を党派が撤退する途中の、ウェストカナダクリークで10月30日に起こった、戦闘で殺された。それでも色コイ族の故郷と生活基盤は、この遠征で破壊された。長い目で見ると、この遠征が、 色恋連邦の生活基盤を破壊したことは明らかである。この遠征は基金や利算以上のものではないことが分かった。戦争の後、色恋族の領土の多くは1784年のスタンウィックストリデ条約で和平が確保されることになり、その後ニューヨーク州との不平等条約でまとめられることになった。インディアンの多くはカナダ、オクラホマ州及び ウィスコンシン州に移動した。1783年のパリ条約の後、ヨーロッパ系白人が新しく空白地帯になった地域に比較的安全に入植を始め、最終的には、色素装したまま残っている少数団の色子遺族は、ニューヨーク州との不平等条約で細かく切り取られた村や町の中に孤立することになった。ありがとうございます。